岸田内閣の発足を受け、テレビ東京と日本経済新聞は緊急世論調査を行いました。岸田内閣の支持率は59%、不支持率は25%でした。この調査はご覧の方法で行ったものです。一昨日発足した岸田内閣を支持するかどうか聞いたところ、支持すると答えた人は59%、 支持しないは25%となりました菅内閣の最後の支持率38%より上昇しましたが新内閣発足時と比べた場合は菅内閣の支持率74%よりも低いスタートとなりました岸田内閣を支持する理由を聞いたところ人柄が信頼できるが一番多く不支持の理由では 自民党中心の内閣だからを最も多くの人が挙げましたまた岸田内閣や自民党執行部の顔ぶれについては評価するが40%、評価しないが36%でした岸田総理が重視する経済安全保障分野で担当大臣を新たに設けたことについては適切だが65%、適切ではないが15%でした また岸田政権の経済政策について聞いたところ国全体の経済力を高める成長戦略を優先すべきが47%、格差是正につながる分配政策を優先すべきが38%となりました。